皆さんこんにちは。鏡を見るたびに最近老けてきたなと感じることありませんか？誰でも肌や体型、日常のちょっとした行動などから老いを感じる瞬間があると思います。そこで今回は早く老ける人の特徴についてご紹介します。 1. 日焼け止め。肌年齢を高める最大の要因は日焼けです。日焼けをするとシミそばかすの原因になるのはもちろん乾燥によるシワやたるみの原因にもなります。たとえ曇っていても雨が降っていても紫外線は私たちを照らしているので、季節や天気に関係なく毎日日焼け止めを欠かさず塗ることが大切です。驚くべきことに紫外線は窓ガラスも透過するので、室内で過ごす時でも日焼け止めを塗るべきです。 2. 手や首に要注意。男性が女性を見るときにポイントとなるのは、顔や足だけではなく、実は手の甲や首も注目されているようです。実際に手や首は年齢が出やすいパーツなので、いくら若作りしていても手がカサカサだったり、首にシワができていたりしたら、年齢よりも老けているというイメージになってしまうでしょう。顔のスキンケアは毎日しっかり行っているにもかかわらず、手や首のケアは怠っているという方は、実年齢よりも老けて見られても仕方がないかもしれません。 3. 睡眠不足。目の下のクマやニキビといった症状から寝不足は直接肌に影響するのを実感した経験がある方も多いと思います。昼間の肌は紫外線や光害物質、菌など様々なストレスと戦っていますが、それを解消して肌細胞の補修が行われるのが夜寝ている時間です。肌にとっての理想的な睡眠は、長時間寝ることよりも質のいい睡眠をとることです。特に成長ホルモンが分泌されて肌細胞が生まれ変わる寝始めの3時間が勝負なので、寝つきが悪い人や常に眠りが浅いという方は何らかの対策を行った方がいいかもしれません。 4. 食生活。美容のためには体の内側からきれいになる必要があるので、体内に入れる食事には気をつけたいところです。抗酸化作用のある緑黄色野菜やキノコ類、海藻類、豆類などを中心にバランスのとれた食生活を続け、暴飲暴食や夜食など無理をしないことが大切になります。例えば深夜のどか食いや毎晩のシーツなどは、一瞬にして肌に悪影響を与える習慣です。少量にして何回も食べたり、デザートは夜ではなく朝に食べるようにしたりと、自分なりに対策を練ることは必要になってくるでしょう。 5. 意識。いつまで経っても若い人っていますよね。それは意識の高さゆえであり、いつまで経っても体型を維持したいという願いや、何に対してもポジティブな考え方をすることで毎日が楽しくなり輝けるのでしょう。また自分の年を気にしないという気持ちも大切です。開き直るという意味ではなく、どうせ私なんてもうこんな年だからと諦めてしまうのを改めることで、自分に自信がつくかもしれませんよね。いかがでしたか？何かのお役に立てれば幸いです。ご視聴ありがとうございます。よろしければ
チャンネル登録をお願いします。